シレント及びバルロディディアの国立公園は、イタリアの国立公園の一つで、サレルノ県内の3万6000ヘクタール2991年に設立された。その後拡大され、約18万ヘクタールとなった。現在では、県南部の北は、西霊平原から、東と南は、バジリカータ州まで、西は、ティレニア海に至る。 8の山岳共同体と80のコミュネの領域のすべてまたは一部が含まれる。1991年からはユネスコの世界遺産、1997年からは生物圏保護区となった。チレントの建築陶器や観光拡大による破壊からの保護の必要性についてはすでに1973年から言及されていた。最初の結果は 計3万6000ヘクタールのチェルバーティサンとカローレ、ガワそれぞれ2つの自然保護区域に対する環境省の部署の設立だった。公園は1991年の12月6日の394番の法律で作られた。続いて1992年12月4日の環境省の布告と1993年4月22日、さらに1993年8月5日、 の環境大臣の通達により周辺区域対策が認可された。1998年12月22日の環境大臣の通達では181048ヘクタールの面積を持つ現在の周辺部と対象区域を合わせた法律が認可された。この国立公園はマグナグラ駅や時代や中世に重要な地域として機能してきた歴史を留める。 優れた文化的景観として、1998年にユネスコの世界遺産に登録された。登録名は、パエストゥムとベイリアの高校遺跡群やパドゥーラのカルトゥジオ、修道院を含むチレント及びバルロディディアの国立公園である。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。チレントへは、カパッチョ・ペストム、またはサープリから、 バルロディディアーの部はサーラ・コンシリーナカラーが便利である。しかし別の場所から選んだ目的地へ行きたい場合、その広さが問題となる。さらに広範囲での収容能力や交通インフラの不足もあり、公園にある特定の箇所に到達できないことがある。ありがとうございます。